はいどうも後ろ向きに逃げながらこんばんはこんばんはラットです。はいウトクジャです。ですね、今回は、前回の続きですね。そうですね。はい、自分はちょっと座標を探しに、ケンさんは引き継ぎ5000を目指してということで。そうですね。俺はですね、ネザーの方から近く、はい、今現実世界の近くにゲートをつなげると、うん、一番近いゲート同士がつながるということでですね、うん、裏世界からこの前バグってつながっちゃったゲートに、やばいゲートにですね、ゲートをつなげるために、そうゲートを立てる座標をマップに入ってこねーじゃあとりあえずネザー側からつなげればバグは大丈夫ということですね。そうですね、バグが治るかなので、そのためにちょっと地図をいろいろ作ってるわけですね。はい。で、私はマイナス5000を目指してると。はい、そうです。そっから地上に上がってみたいと。はい。ということで。はい。今回も。はい。行きましょうかい。行きましょうかい。行きましょうかい。おお、はい。防具つけてない上に。そうなんですよ、いい。どこに行けばいいかわかんないんですよ、いい。おいー、いいよいい。マイナス5000目指してるぞ、いい。いっぱい断行を目指してるぞ、いい。あ、それは違う痛い、もう急激に飽きよった今このノリに急激に飽きよったあんか、ほんとやめろよマジでキムタクみてえだった今いやー、ほんとにね、待ってってかっこええ、あいつキムタクみてえだった今。やばいやばい、死ぬフワイ死んでるやん。待って、これしかも復活できん。ってことは俺もやばいやつじゃないですか。これ復活できんのきつい。あー、できた。よかった。ここだろう。いやー、マジか。うるせえなあいつもういい。ベッド壊して死のうしたらスポンしてんの。こうしてマグマエダイブ飲み込まれよった。よっしゃー、近道抵抗。悲しいわ、体調も万全やわ。これでもし地図消えてたらもう本格的にやる気なくなるけど大丈夫かな。ラットの電源が切れますね。それは別にいいんですけど。あ、それはいいですね。電源切れた方が面白い時あるしなんかインでいかれたらたまにちょっと引いちゃう時ある。めっちゃ元気やんいいよ、その感じ今いらないんだよな今そこじゃないなみたいな。ちょっと落ち込んでるぐらいがちょうどよかったりすんだよおい、なんだここ。ちょっとまたマグマがすげえんじゃないですか。よし、猿になれ。猿になってこの難しい山を駆け上れ。ウキウキ。この雪山のボスは俺じゃ。ウキウキ。モンキーマジック。なんかごめん、聞いてなかったな。いや、うん、大丈夫です。モンキーなんとかです。モンキー、はい。振られた瞬間元気なくなるっていう。うわー。大丈夫ですか。大丈夫でーす。確実にそんな死に方した。くそー、ここ落ちても死なないもん。死んだー。落ちても死なないもんな、死んだー。ここは落ちても死なないもんな、死んだー。あるっす、そういうこと。はい。ということで。はい。アイテム系統は大丈夫だったっすか。そんなに持ち歩いてなかったっすか。持ち歩いてましたね。男はロマンを追い続ける生き物なのです。ロマン男いきます。ロマン飛行すいません、ちゃんと歌えないっすいけロマン飛行男すいません、ちゃんと歌えないっす。それじゃあまず頑張ってみ。米米クラブですよね。はいレレ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 レララ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 ですよね。ララ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 タラララララララタラララノーリアクションまあそうっすね、このクオリティはノーリアクション以外は何も取れんすもんね。よっしゃ、谷に帰ってきたぞ。ちょっと待ってください。うわ、また死ぬ、また死ぬ。どうした、何をしに行ってんだよあいつは。どうしたどうしたどうした、うっかつく。ああ、1300裸で走って死にかけてる先にスケルトンとゾンビが待ってるいつも。このゲームは初めてかつてこんなにムカつきを覚えたことがあったか。いや何回もあるでしょあんたそれ毎回言ってる言葉だよ残酷ですわーっつって。もう本当に嫌だ。もう今さっきの地図拾ったからいいけど、あれ拾ってなかったらまた時間経過でなくなってたんでしょ。マイクラの神様は俺らのことが嫌いなのかもしれないですね。おっていうことはリベンジしてやりましょう。反逆や、ラットの反逆や。マイクラの神様にそうや一言言ってあげてくださいよ。バカ野郎、もう我々はマイクラをやります。そんなマイクラを愛してます。このゲームを作ってくれてありがとうはい、いいじゃないですか。めっちゃいい話になってる。茶番やラットと絡んだら全部茶番嫌いじゃないでしょ嘘、全部嘘あいつの発言は全部嘘で聞こえる不思議なことに内容が軽いで、また夜になるでしょ。これふざけんじゃないよって話ですよ。おお、いったな。何がスケルトンだ、ただの骨やないかい。おお、何がゾンビや、いったな。ただの死体やないかい。いったな、いったな。動いとるだけやないかい。その動いとることが問題よ。もっといってやれ。ほんまやで、もっとほんまのこと言ってやれ。そうやで、実際そうやねん。実際そうやねんもっと言ってやれ。そうやねん。こんな撃ってきやがって弓矢ばっかり。おおおおちょっと待ってもらっていいですか。やったいったほんとやばい、ほんとやばい。一回回復するまで待とう。やばいもういい地図は取った、一回地図は取ったから。ちょっと待ってあー、オッケーしゃー、来たっすわ。これ来ましたか。で、このまっさらな地図をここで使うと、おほ、ここやばい、やらないといけないことがまたできた。ダイヤのピッケル持ってくれば、まあいっか、10個あるし間違わんければいいか。間違わずにいけますかね俺いけるでしょ。何個作ってきてんねん。ネザーゲート、鉄がない人生なんて考えられない。で、焼いてセニョリータ。さ、ずーっと何を言ってんだ普通のテンションで突っ込まんでくださいずーっと何を言ったんだあいつは本当に何を言ってんだっていうテンションで突っ込まないでください。本当に何を言ってんだあいつは大丈夫かあれ大丈夫かガチで心配してる人のトーンやないですかよし、そろそろ行こうかな。お、さっきのリベンジで防具意識作ったらネザーに突貫いきます。よし、じゃあ俺もネザー行ってみよう。よし、俺はもうじゃあネザー行く。丸石全部持っていく。さすがな人がいる。全部ロスしても構わないとりあえず行く。ちょっとそれは男気ありすぎるんじゃないでしょうか。何回ここ走るんだと。本当っすわ、ほんま。オッケー、じゃあ行くぜー。いけ。はい、じゃあ行きまーす。はい、実際本当にゲートはつながるのか大検証。固まった。俺も燃え続けてるんだけど。助けて、燃えてます。これ怖いですね。ずーっと燃え続けてる。食らってはいないけど怖いんですけど。あとから一気にダメージくるパターンじゃないですか。ずっと燃えてますてかマジで固まってます。おーっといけた。あー、やばい食らってる。あー、消えた。おっしゃー、ほら来たよ。こっからどこ。いやー、やべえ、これやばいかもしれん。あ、やばいな。その場所まで行けない丸石とかがないとダメと。そうっすね、行けない。なんで俺丸石降りてきたんやろ。うわー、どうしよう俺の中でのプランが今ちょっとぐらついてます。待ってくださいよ。うわー、どうやって降りよう。あっちにあちっちゃい小豚がいる。かわいい。この砂利をいっぱい取って、とりあえず砂利懐かしいな。ここでもいっぱい死んだな。ジャリこの先でもいっぱい死んだな。ジャリその先でもいっぱい死んだな。死んだ思い出しかないね。この道には死んだ思い出しかない。何回も何回も死にながらちょっとずつちょっとずつ進んでったな。てかネザーには砂利はあるんですね。ああ、あるね。落ちたもんね、前ね。はい。砂利踏んで落ちてたよね。砂利踏んで落ちたっすね。死んだ思い出しかないんかい。ネザーの思い出といえばどう死んだかっていう思い出です。ああ、こうやって死んだな、ああやって死んだなって悲しいっすわ。それぐらいしかないですよ、ネザーには。いた。オッケー、いけた。あ、そんな感じ。やば。こうマップ上での移動がすごい素早い。うわ、これむずっ。皆さんこれむずいっすわ。この、うん、マップ上で動くじゃないですか。ネザー上でちょっと動いただけで、うん、ネザー上で、あ、マグマの上だ、完全に動いただけでこう現実世界でめっちゃ移動したことになるですね。本当に4倍っていうのは名の通りですね。これ一応結果石をすることになりました。やりましょうね。いや、すぐこんなん、ほんますぐ終わるから大丈夫。本当にマグマのど真ん中っていうのはきついな。でこれでやった時に繋がらんかったらどうしよう。お、マイナス3500超えましたね。おお、ケイさん有言実行のとこっすね。そうですね、今頑張ってますよ。どっかの誰かにもその爪の赤を煎じて飲ませてやりたい。いや、今飲ませれるよ。あ、大丈夫です。煎じてこうか。あ、大丈夫です。全然足の指の爪の赤でいいっすか。あ、いや全然大丈夫です。これは大丈夫です。断らなくなるだけなんで大丈夫です。そうですか。はい、全然求めてなかった。大丈夫です。2スタックあればいけるか。怖いからもう1スタック。いや1って、足りんかったやもん。さあ、いきまーす。いけ、スイッ。最後ラストチャンスだぞおめえ。これここか、この辺やったっけな。もうちょい先か。お、あなるほど。結構、はい、結構余裕かもしれんす。お、つながりそうっすか。そんなに距離がいらないんで、はい。そんな変わる、そんな歪む。実際高さって何ぼやったんすか。 1,2,3,4,5,6 ってことは6いる。うわ、要塞だ。3個目の要塞を突っ切っています。お、ナイスっす。あいつのナイスっす。余裕のないナイスっす。絶対今のナイスっす使っている。後で聞いて、あれはナイスねって言います。あのナイスです、ナイスっすねみたいな。全然聞いてないですか俺みたいな。これをミスると俺今回ダイヤを持ってないからバグった。あ、バグった。今バグられたら困る。今バグったら困る。ここでいいのかちょっと不安なところではあるが、あ、なんかもう本当にできそうっすね。やろうつなげちゃえ。あ、4000、マイナス4000超えました。お、なんかお互い佳境に入ってきましたね。そうっすね、あと1000。遠い。オッケー、囲いも終わった。オッケー、締めよう。ちょっといきますよ。はい、せい、作った内側から。よし、内側から作った。いけ、入ってみます。入ってみよう。どうせバグるでしょう。またスポンジでつながったっす。お、本当につながった。やりました。すげえ、やるじゃないですか。できたっすね。はい、どうもー。はい、どうもー。はい、ということでですね、はい、今回ラットはですね、はい、見事地図から場所を特定し、ネザーゲートのバグというか変なつながり方を直すことに成功いたしました。ナイスです。ナイスです。で、新しくできたこのゲートと他の道をつなげていきたいなと、はい、そうですね、持っておりますので、次回を楽しみにということで、はい、よろしゅうお願いします。はい、はい、ということで今回はジュバこんな感じですね。で、ケンさんも今マイナス4000、今マイナスちょっと戻ってきたんだけど、マイナス4000までいってますね。いけてるってことですね。そうですね、あと1000、あと1000佳境に入っております。はい、これつないでみましょう。次、はい、もう次でファイナルになるのか否かは神のみぞ知るということで、はい、次回のマインクラフトダールクラフトもお楽しみください。よろしくお願いします。はい、ということでさよなら。バイ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 。